自分なりにやる投げ石を使う。投げ石？幅が欲しいの。これ投げ石の意味。ああ、そうか。ああ。そしたら後からさらに広くしたいとかでもいろいろできるし。ゆずが効くね。でこれは安いし380円で。切らんです。まあこれ買ったんだけどね。でもこれこんなのが安いし、丸棒を切ったりするのに役立つでしょ。ただこれが怖いんだよね。<笑>
あ、CD じゃないんだ。なんだ。何が怖い？これを叩くのがね。ああ、あの下に火を敷いた方がいい。あ、うん、下にも上にも、まあ下は段ボールでもいいだろうけど。この木切れないといけない。段ボール切るから、その。感じでまだ仮止めですが、どんな感じに最終的に仕上げようかなと思って仮縫いでぶら下げてみました。帯の芯をね、抜けてしまわないと、あの重すぎて、あのこう巻き上げてくれないんですね。だからまた気が向いた時にミシンで1枚の布にして3枚つなぎ合わせてきちんとスクリーンにしようと思います。どういう配置がいいですかね、模様ね。まあこんな感じで帯でのロールスクリーンの DIY でした。投げ紙を使ってます。ニーニーは早速気に入ったかな。